一般社団法人東広島青年会議所理事長山田明夫と申します。本日は衆議院議員選挙広島4区公開討論会ウェブ配信をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ここで私たち青年会議所のご紹介をさせていただきます。私たち青年会議所はこの地域をよりよく変えていくために様々な事業運動を開催させていただいております。 この公開討論会もその運動の一つでございます。近年、投票率が低下し、若者の政治への参画意識も低下している中、しっかりと立候補者の思い、考えを聞いた上で、その政策によって誰に投票するかを決めていただく、その一助となるべく、この公開討論会のオンライン配信を開催させていただきました。 この動画をご視聴いただいている皆様におかれましては、既に政治への参画意識も高く、より前向きにどのような方に投票するか、その判断材料としてご覧いただいているかと思いますが、皆様の周りではいかがでしょうか。ぜひ、この投票、この一票が政治を変える、それは無理だと思っているような方がいらっしゃいましたら、この動画をご紹介いただければと思います。 立候補者の政策、思いを聞いていただき、この人なら日本の未来を託せる。そう思った人に投票していただく。そのような思いでこの動画を作成させていただいております。ぜひ、この動画をきっかけに、私たちの一票でこの日本の未来を作れるんだ。そんな思いを持っていただくことを記念しております。最後までご視聴どうぞよろしくお願い申し上げます。 改めまままししして一般社団法人,人間フォーラムの木ヶ沢でございいいす。す。本日よろしくお願いいたしますそしてあの画面の前の有権者の皆様10月も後半に差し掛かりましてですね、何かとご対応中のところでございますけれども配信という形で多数の有権者様にご覧をいただいているわけでございますけれども選択の際の判断基準となるべくまた意義のある一条となりますようにですね、進めてまいりますのでお願いをいたします。 そして本日この機会は一般社団法人東広島青年会議所が主催する公開討論会であります本日広島東広島青年会議所の積極的なお声がけにご賛同いただきました4名の立候補予定者の皆様に本日ご参加をいただいておりますそして本公開討論会は一般社団法人リンカーンフォーラムのこの形式にて進めさせていただきます 林間フォーラムは西暦2000年皮切りに今日まで国政選挙そして地方自治体の首長選挙などでですね3650回を超える公開討論会合同コーディネート使う企画を開催しております、えー、先ほど、所注意ありましたとおり、えーまあ、他の相手候補に対する、えー、暴言とかですねあるいは誹謗中傷という類のところはご注意いただきますようにお願いします えー、本日のプログラムをご説明させていただきます、えー、まずはじめに自己紹介を兼ねて改めてではありますけれども立候補の動機ですとか、えー、我が国の国家ビジョンここをお話しいただきます、うん、ここの人お一人当たりの持ち時間は4分間でございます、えー、そして続きましてテーマ1から3として個別のものを用意しております、えー、まずここではお一人2分間にてご発言をいただきその後、えー、10分今日時間設けてありますので、えー、自由討論とさせていただきます、えー、まず一つ そ1つ目としては少子高齢化について、えー、そして2つ目としてはウィズコロナ、アフターコロナのもとでの経済対策についてで、3つ目として異常気象、防災対策についてをそれぞれお聞きしていきます、そして最後に最終演説として、本公開討論会を通じて伸びたれなかったことで、特に強調したいことをご発言いただいて、こちらは4分ということであります。 そして本プログラムは東広島青年会議所が中心になり政府発の情報公開資料ですとか選挙区内でのアンケートを通じて選挙区に住まう有権者の皆様そして東広島青年会議所内にて調査議論を重ね特に関心の高かったテーマを中心にその中から絞り込み抽出したご質問として準備をしております。 発言の順序は冒頭、後編にですね決めさせていただいております。そして発言時間もタイムキーパーが計測をしながら進めておりますので、時間の方チャット欄でこうポップアップが出るような感じになっておりますので、お時間の方,方は確認をしていただきたいと思います。はい、それでは私たちの国家を有権者自らが考える第49回衆議院議員選挙広島第4区選挙区の公開討論会をスタートいたします。それでは自己紹介を兼ねた演説に移ってまいります。 えー、新聞報道等で有権者の皆様はすでにご存知かと思いますけれども改めて、えー、本日お集まりの皆様から自己紹介そして国家ビジョンなどをお聞きしてまいります、えー、先ほどの、えー、順番決した通りでございますけどもまず空本さんより、えー、4分間にてお願いをしたいと思いますそれではお願いいたしますはい、えー、日本維新の会の、えー、空本正樹でございますよろしくお願いいたします、えー、私はもともとエネルギー開発 特に原子力の開発、えー、東芝で原子力発電所の設計開発、さらには現場の施工、そういったものをやってまいりました。えー、そして、えー、正解の方に、えー、転じることになりましたけれども、ちょうど、えー、3.11、えー、東日本大震災の時にですね、私、ちょうど現職でございまして、えー、特に えー、官邸と、そして原子力安全委員会が、えー、機能していなかった、そういう中で、えー、当時の国土交通大臣から、えー、指名を受けまして、えー、官邸と原子力安全委員会に代わるような、えー、バックアップチーム、こういったものを作れということで、えー、当時の原子力委員長、近藤俊介先生、えー、また内閣官房参与についていただきました。 小坂敏夫先生、これは東大の私の恩師でありますけれども、そういった中で原発事故の緊急対応、当時の官房長官、並びに副長官、さらには補佐官を通して、東電やまた福島の方の災害対策に取り組んでまいりました、特に緊急事態策、オンサイトとオフサイト、両面から行ってまいりました。こういうい経歴を持っていますが これからですね、エネルギーを中心とした問題が大きくなるであろうと、特に電気自動車社会がやってまいります。2035年には新車はすべて電気自動車にしようではないかという今国家の方針でございます。しかしながら、えー、トヨタ自動車の、まあト,ヨタえー、トヨタ社長、まあ、日本の自動車業界のトップでございますが、新車をすべて電気自動車にすると、 エネルギーは全く足りない、電気エネルギーは足りない、えー、こういった中でどういうエネルギーがいいのか、そういったものを、えー、考えていかなきゃいけない。私自身は、やはり安全保障の立場から、やはりエネルギー、特に電気エネルギー、そして食料と、えー、水、これを自国で賄えるような、えー、安全保障体制をこの国に築くべき、それが未来への礎になると。 考えています、えー、まだまだ時間ございますね、はいえー。そういった意味で私自身がこれからのビジョンとしては、やはりエネルギー、食料、水、さらには防衛も含めた形での安全保障、こういったものをしっかり構築できる国家、えー、そういうビジョンを築いていくべきであろうというふに考えています。 防災対策こういった面でもやはり安全保障の、えー、観点からさらに強化するべきであろうと、えー、これから豪災害さらに、えー、地震等も大きくなるなるなって災害の、えー、巨大化も心配されていますそういった中で、えー、今の道路とか水とか水道とか、えー、さらには社会生活インフラこういったものが、えー、まだまだ えー、安全か大丈夫か、そう言いますと、やはり老朽化した施設もたくさんございます、そういった意味で、えー、とにかく国民の生活を守るために、今の生活インフラ、道路、えー、水道、さらには、えー、河川、こういったものをしっかり、えー、強靭化させる必要があるであろうと。とにかく、えー、国民の皆さん しっかりと守っていく体制づくり安全保障の観点からもう一度申し上げますけどエネルギー、食料、そして水こういったものを、えー、きちっと、えー、支えていく体制を作っていきたいと考えていますはい、以上ですはい、空本さんありがとうございました、えー、続きまして、えー、順番に入れ替わりまして新谷さん、えー、同じく四分間にとお願いをいたします はい皆様こんばんは自民党公認候補公明党推薦の新谷雅義でございますえまず自己紹介からさせていただけたらとそのように思いますえ私今、えー、自分の西条の事務所に居るところでございますけれども私この西条で生まれ、えー、東広島市八王松で、えー、育ちましたえー、まずは内科の医者になりましてですね、えー、地域医療に取り組んでおりまして そして衆議院で初当選をしてから今衆議院3期務めさせていただいておったところでございますあの衆議院3期目ではですね、厚生労働大臣政務官これを務めさせていただきましてこれに関しては幼児教育保育の無償化これに直接私政務官として携わりそしてそれを実現してきたところでございますまた 児童虐待防止こういった法案も直接関わらして可決をさせていただきましたまた社会保障を持続可能なものにするために医療保険法改正等々に関わってございますまた政務官の後はですねあの前厚生労働大臣政務官としまして、えー、あのこの今回の新型コロナの受けて雇用調整助成金この整備拡充に努めてきましたまこの新型コロナにおきまして。 この特に飲食、宿泊業ですね、これまで稼働率が100%で回っていたところが急遽これ0、0%になる、まあ、そういった悲鳴のようなお声を全国から頂い,いておりまして、しっかりとこれは対応しなければならないというところで、このたび、えー、雇用調整助成金の拡充、まあ、これは実現できたんですけれども、さらに今、活用いただいておるところでもございます。ままたその後こののこつい10月7日まで、えー、副大臣、えー、次の で方にこれ引き継ぎをしたところでございますけれども総務省で総務副大臣を拝命しておったところでございます総務副大臣としましては、えー、携帯電話料金の値下げこれに取り組ませていただきましたやはりこの新型コロナウイルス下で大変生活が苦しい方が多くいらっしゃるところでございますその中で月々固定的にですねこの家計を直撃する携帯電話料金これは何としても避けていかなければならない その決意で取り組んできたところでございます皆さんの命と暮らしに寄り添うそれが私の政治のモットーでございまして何としてもこれは実現しなければならないと考えてございました幸いこれはあの細かい地道な会議の積み重ねでございましたけれども携帯電話料金携帯大手各社がこれは取り組んでいただきまして今は私副大臣就任前は世界第2位で携帯料電話料金が高い国であったんですけれども今は 先進国国の中でもかななり安いいとなってございますこれは5月末の確定値の情報なんですけれども、1500万人の方が携帯電話料金、これプラン変えないといけないものですから、プランを変えていただいて、年間国民全員で4300億円の節約につながっているところでございます。えっと、すみません、これ時間の表示が、えっと、おそらくあと1分ぐらいかと思うんですがあの、今、我が国はですね、当然この新型コロナウイルス、 感染症対策、この予防接種の推進、これはあくまで、えー、希望される方の、えー、推進でございますけれども、はい、推進をし,なきしていかなければなりません。しかし、えー、さらにですね、この同時に少子高齢化も進んでおるところでございまして、特に新型コロナウイルス化にあって、この少子化はさらに進んでおるところでございます。はい、私もこのの4年間、3人の子どもを授かれました。 え子育ての大変さよく身に染みているところでございますけれどもしっかりとこの子育て支援取り組んでいかなければならないと考えてございます予算は限られておりますが今岸田新総理所得倍増この成長と分配を掲げてえいるところでございますしっかりとこの我が国の経済が成長していくそして安定した社会保障を構築していくこれは引き続き取り組んでいかなければならないと考えてございます国民皆様が安心して暮らせる そして平和でいられるこれがやはり私必要な国家ビジョンだろうとそのように考えてございます以上でございますはいありがとうございましたそれでは続きまして中川さん同じく四分間にてお願いをいたしますはい、はいえー、どうぞよろしくお願いをいたします、えー、まず冒頭なんですけれども山田理事長やもう本当に東広島青年会議所の皆様このような機会を本当に設けていただいてこれより感謝を御礼を申し上げます それから木川先生、本日はどうぞよろしくお願いを申し上げますあの。私はこの度、広島4区より無所属で立候補させていただきました、中川俊直と申します。私自身、本当に一杯一にまみれまして、そして本当にこの度、再起に向かってこの4年間、他の誰よりもこの愛する里を駆け巡って精進をしてきたと、このような自負、思いがあります。まあ、本来だったら本当に自らがまいた種、 えー、いっぱい一にまみれて、郷土の皆様にも多大なるおめご迷惑というものもおかけをしたんだから、まあ一旦政治から身を引こうと、えー、このような思いに至ったこともありましたけれども、やはり本当に郷土のお仲間の方々から、もう本当にお前がおらんようになって、この国にそうした思いっていうのが伝わらなくな,伝わらな,くなってきたぞと、このような声も頂戴をして、そういうものに背中を押されて、再起に向かって立たせていただいたところでもあります。 えー、今日集まりのそれぞれの候補者の皆様、それぞれの政党に属しておられますけれども、私自身は、えー、無所属で戦わさせていただくと、だからこそ、何よりも政党のために政治をするわけではありません、国民お一人お一人のために政治を実行していくと、この間4年間、しっかりと伺ってきた強度の思いを再び中央へとお伝えをさせていただくべく、 私自身ここの度再起に向けててて立たせていたたたせせいいいだだく決断をさせていただいたところでもあります、まあ、私自身はもともと本当に幼い頃からもう政治の世界に行くというものを大男子一生の定めだというふうに思っておりましてもう本当にこの西条の地で育まれていながらそのような目標の中でもう大学を卒業して政治記者8年さらには議員秘書十数年余りを経験をして 国会議員2期 5, 年勤め5年余りりおよそ勤めさせていただいたただ状況でもあります、まあ、この間あの、実際問題、政治を見ていてつくづくこの度地元選挙区を回っていて改めて感じたことはもうこの2年余りの間本当に国民を一人お一人がこの新型コロナウイルスで悲痛な叫びというものを挙げていたにもかかわらず一体、中央政界永田町では政治の側何をやっていたんだろうかと。 このことだけは本当に厳しく物申していかなくちゃいけないと、えー、この思いに至った次第でもあります。大変申し訳ありませんが、与党も野党も互いに本当に今年の衆議院の解散総選挙を意識するばかりではなかったのではないかと、このことを思っています。どうやったら政権党として維持をしていくのか、一議席でも多く議席が得られるか、こうした本当に党利党略中心の、 権力闘争ばかりに終始をしていて実際問題国民を一人一人に寄り添ってなかったとこのように思っています私自身が政治記者時代それこそ当時の政治家はもっと優れていたと思っています1998年に山一証券の旗に端を走した金融ショックっていうものが日本列島を襲った際当時は与野党双方を歩み寄っていってそしてその国会を一年中通年で開かれましたお盆の最中にも与野党を休むことなく 金融再生法を一緒になって作り未曾有の金融危機を救っていたのがわずか二十数年前の日本での出来事です私は本当にこうした姿勢こそが党利党略よりも国民目線で評価をされる政治であるとこの思いを持っていますもう本当に6月に通常国会が終わりもうこの間5ヶ月余り新型コロナの法制化予算付けというものを実際に実行に移す国会が一回も開かれていない大変申し訳ありませんけれども 野党の皆さんだってより建設的な提案提言というものをペーパーで政府に示していくのかといったらこうした意思はどうしても見ている地元から見ていて伝わらないんですそれよりも何よりも十数年前自民党は東日本大震災の時にそういうペーパーを時の民主党政権に届けていったこうした姿勢もまさに党利党略を超えて国民目線で評価をされると思っています。 だからこそ、私、この度、無所属の立場に立って、この広島の地から。党を大切にする政治は必要ありません。国民を大切にする政治が必要なんです。党利党略よりも、国民が主人公の政治。党よりも、人。お時間が、もう一回、はい、最近に向けて、歩みを進めてまいりたいと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。すみません。それでは、続きまして、上野さん、同じく4分間にてお願いをいたします。はい。 まずもってこの度の討論会を主観してくださいました一般社団法人広島東広島青年会議所の皆様ありがとうございました。私は立憲民主党公認候補の上野幹事でございます。まあ、自己紹介といたしましては私はあの普通にサラリーマン出身でございました。その後にですね、青年海外協力隊に参加して貧困の現場を見てみようと思いましてドミニカ国へ行きました。その後、東日本大震災が起きまして復興庁に入りまして 被災地で意見交換をしてですね復興計画を作っていくという仕事をしましたそしてまあ広島に戻ってきまして介護の会社に介護職員として従事しましてで実家がお寺なもんですからまあ、副住職としてもその役を担っておりますで私がですねこの政治家を志した一つの理由というのがまあ、復興庁で私は気仙沼市に行ったんですけども そこで被災集落の住民説明会を開いて、皆様の意見を聞いたときに、その住民の方々の意見が、まあ、あの届かないんですよね、政策決定する場所に。永田町だったり、霞が関だったり。私は一、その時は公務員でしたので、その声を何とかして届けたいと思って、やはりそのまま国会、国政しかない。そう思って私は政治家を志しました。住民の方々の思いと、公務員の方も一生懸命やっている、そういった 皆さんの思いがですね、こう,うまく絡み合ってない今の日本の現状、今の日本ってすごく優れたものをまだまだまだ持っていると思います。技術だったり、人だったり、でもそれがなぜ,な,なぜかうまく絡み合わないこの今の現状、失われた20年、30年と言われてきました。それをですね、私は変えたいと思います。そしてこのコロナ禍、先ほども言われましたように、まあ、コロナでどんな人も一人では生きてはいけないということをまだ言いました。ですから私はですね、 目指す国家ビジョンとしては、今までの勝ち組、負け組とですね分断される社会から、これからは誰もが豊かになっていく、支え合う社会、そういったことを目指していきたい、そのように思います。私自身、新人39歳、知事の知事です。一番若い候補として、特にしがらみもありません。ですから、今のこの長田町の政治、おかしいというご意見がありました。ですかからそのおかしいという 実態はですね、私はそれを壊していきたい、そして変えていきたい、そのように考えています。しっかりと私もこの度、4年間地域を歩いてきました。皆様の声を聞いてきました。その声、本当に国会、国政届いているのか、私は届いていないと思います。だからこそ私はですね、皆様の声、届ける駆け足となるべく、しっかりと地に足をつけて、そして届けて実現する、私上の感じ、しっかりと皆様の声を届けていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。はい。 ありがとうございます。それでは次のーテーマに入ってまいります。えー、少子高齢化でございます。えー、日本は人口の占める人口に占める高齢者の割合が増加するまあ、高齢化と、えー、そして出生率が低下するうーまあ、若年のですね若者の人口が減少する少子化と、これがま同時に進行する少子高齢化社会になっております。 約40年後までに65歳以上の人口はほぼ横ばいで推移すると今推察されている一方で20歳から64歳までの人口は大幅に減少し高,高齢化率は約まあ10%ですね増加するということが見込まれております、まあ、こういった中で効果的な政策はいかなるものかというところを一人お一人聞いてまいりたいと思いますそれでは順番入れ替わりましてですねここからは新谷さんから冒頭 三、えー、分間ですね、えー、お話を頂戴したいと思いますそれでは新田さんお願いいたします少子高齢化特にこの人口減少今後至っていくわけでございますけれどもこれは本当に我が国の根幹に関わる重大な課題であるとその認識をしてございますこの特に少子化のところですねまだまだ安心して子育てをできる環境をしっかりと 作るる余地があるとるように考えてございます今、えー、実はこの新型コロナウイルスが蔓延する中で少子化もこれはあまり報道されることはないんですが少子化も加速をしてございます特にこの今なかなか人と会うことがはばかられてたその中で、えー、婚姻率これも下がっているところでございますこの少子化対策ですね私これまでも幼児教育保育の無償化と取り組んできたところでございますけれども今やはり 新型コロナウイルス下でですね改めてこの子育てを支えていくということが必要であるとそのように考えてございます。特にこの重なるところではあるんですが、非正規雇用の方、あるいはこの一人親の方、本当に私も自分自ら子育てをする中で本当に大変だなと実感をしてございます。こういった方、お一,お一人を支えていくこと、それが何よりも大事なことだろうと考えてございます。ままた高齢化に関しましてははですねやはり 今回医療、えー、こういった疫病のようなことが起きて医療が逼迫をするそういったことは過去あまり想定がされていなかったということがございますこの岸田総理もですねこの医療の充実掲げているところでございますこのやはり医療はですね、えー、こういった緊急時の対応とさらにこれから高齢化でさらに医療が必要になっていくところこれをしっかりと充実をしていかなければならないと考えてございますただ 実際のところはですね、今もう既に人口減少社会となっているところでございまして医療、介護ともに人材が不足をしているというような状況でございます。これに関してはですねやはり介護の人材の育成さらにそういったことを国を挙げて取り組んでおるところでございますけれどもやはりこれに関してまさに外国人の労働者の皆様のお力を借りるということもあったわけでございますけれどもこういった議論はですね、国民を挙げて皆さんとともにしっかりと行ってまいりたいと。 考えてございます。今、全世代だが、全世代型社会保障というものに取り組んでおるところでございます。しっかりとこれはですね。子育てのところから、本当に医療介護、そういった全ての社会保障が安定的に供給できるこのことが必要であろうと考えてございます。ただ、これは財源の議論もえしっかりとしなければならないところでございます。消費税、社会保障の財源として導入をさせていただきました。もっともっと医療介護。 法律す,すべきところがある。その中で今、財源をいただいているところでございます。しっかりとこの財源のところもです、ね、含めて、今後、中長期的には議論していかなければならないと考えてございます。えこれ3分だと思いますので、以上で、えはい、ありがとうございました。ありがとうございます。時間でございますね。はい、ありがとうございます。続きまして、えー、順番を入れ替わりまして、えー、中川さん。はい お願いをいたします、はいえー、少子高齢化時代どういうふうに過ごしていくかということだと思うんですけれども、まあ、世界の中で改めて見てみるとです、ね、日本ほど人口減少、長時代世界の先進国の中でも先頭のフロントランナーを走っている国はないと思っています、まあ、そうした中でやはりこれも本当にピンチをチャンスに変えていかなくちゃいけないということで私あの、実は K さんの政務官時代 大阪万博博覧会の誘致というものに先頭に立ってキックオフの会から挨拶をさせていただき実行に移させていただいてまいりました、まあ、そういう中で大阪万博が2025年に開催をするという方向性が定まってきたんですけれどもその折私たちが本当に目標に掲げたのは日本は本当に確かに人口減少小時代閉塞感というものはあるんだけれども まさに今、第4次産業革命と移行してきたと、IOC、ICT、ビッグデータですとか、人工知能、ロボット、さらにはドローンの技術、宇宙開発、あらゆるもの、本当にこれまで100年の単位で動いていたものが、わずか2、3年で本当に一気に目まぐるしく変わってくるぐらいの時間のスピード軸というのが、このぐらい縮まってきている、こうした時代背景の中で、課題解消先進国の我が国、日本が、 まさに世界をリードしていくというそういう無限の可能性もあるとこうしたものを2025年の大阪万国博覧会で示そうじゃないかとこうしたビジョンを思い描いてまいりました私自身はその後いっぱ杯地にまみれてそのビジョンのロードマップ描いていく作成のメンバーには配られなかったんですけれども 今まさに本当にこのコロナ禍の閉塞状況の中でどうやったら本当にあらゆる技術を駆使して解決に向かっていくのかこの改めてのロードマップのビジョンをしっかりと示していってこの閉塞感からもっともっと引き上げていくこうした本当に可能性というものを模索をしていかなくてはいけないのではないかと私自身はこのように思っていますそしてまさに少子化の問題でいうならば私自身は本当に3人の子供を得てまいりました まあこうした状況下、今まさに本当に子どもを一人お一人、何人欲しいですかという調査をしたところ、大体女性の皆様でいうと、1.8人産みたいということをおっしゃられると、だけども本当に多様化の時代背景の中で、本当に個々人の、えー、そうした意思というものを最大限に尊重していくというところからまず始めていかなくてはいけない。えー、同時にやはり 経済が低くなって男性の皆さん自分たちの所得が低いとやっぱり結婚したくてもできないじゃないかということになってくると経済をより大きく引き上げていかないといけない、えー、そうした状況下があるんだろうというふうに思っておりますそして同時にやっぱり社会全体で子育てを実行に移していくというものが大事だと思っております私も3人得て家族で5人で旅行に行きますとやはり相当な金額がかかってしまう こういう状況かの中で、本当にいっぱい本来だったら産みたいんだけれども、なかなか本当に2人で我慢しよう、1人で我慢しようというご家庭に対して、えしっかりと、えー、そうしたところも社会全体で支え合って子育てをやっていくという方向性に舵を切っていかなくてはいけないのではないかということを思っておりままます。すうとお時時間間ででしししょね。はい、はいいいありがとうござた、はい。続きまして、上野さん、お願いをいたします。 はい少子高齢化対策につきまして、まず、子ども庁について触れられていましたので、私から申し上げますと、これについては賛成です。今の厚生労働省は、医療・介護の比重が高くてですね、マンパワーが足りていません。ですので、子育て政策、これを強化すべきであるならば、別に庁長を立てて、子ども庁というものも一つ必要ではないかと考えています。それから少子化対策、これ、抜本的に立て直す。 私もちあの一時の父、えー、子育て中です。えー、月に一万五千円の児童手当をいただいております。えー、非常に子育てお金かかります。そして、本当に第二子、本当にこれ、私、産めるのか、育てられるのか、本当に不安に思うような日々です。ですから、本当に、この少子化対策、第二子、第三子を産んでいただくという環境を整備するためには、これ、フランスで取り入れられた政策なんですが、えー子手まあ、児童手当ですけども、子供手当にこう累進性を設ける。 1> 第1子は1万5千円、第2子は、えー、例えば2万5千、第3子は3万5千というように、累進性を持たせれば、そこにインセンティブが生まれますので、えー、第2子、産むけども、まあ、少しその手当が入るんだったら、えーまあ、子育てのお金につ,つぎ込めるから、あ産もうかなという環境が整備できると思います。これは実際にフランスで取りられて出生率上がりました。ですので、私はそういった海外の政策を参考にして、日本の少子化対策、これ、抜本的に見直していくべきだと思います。 次に高齢化についてです。私自身も介護の仕事に従事しておりました。これから1人世帯の老人が非常に増えてきます。今の介護保険制度、これはです、ね、このままいくとかなり厳しい制度の強化が必要です。今は処遇改善、介護の人材の処遇改善ということをやってますけど、これは抜本的な解決にはなってなくて、突き焼き場です。ですから、介護報酬の基本報酬そのものを上げる、これが必要だと思います。ではないと人材は集まりません。 今は介護をする人もいないというような時代になっていますから、これをですね安易に、じゃ外国人労働者を、えー、迎え入れて、えーまあ、それになっていただくというのは、少し安直な考えかなと私は思っています。これもあの、あとは医療についても、ですねこれはコロナ禍において、も医療のですね報酬についても、今大変問題視されていますから、えー、この基本報酬を上げていくということは非常に重要だと考えています。よって今の 少子高齢化対策非常に抜本的な対策が必要になります。ですから、今までのです、ね、近視眼的なずるずると同じことをこう改正していくようなものよりもしっかりと根本的に変えていくという少子高齢化対策、これが必要だと考えます。以上です。ありがとうございます。はい、上野さん、ありがとうございます。それでは最後に、空本さん、お願いいたします、はいえー。少子高齢化についての問題、えー、これはやはり何が一番問題なのかというと、 現役世代の負担が重いといとうことです、えー、これについてどうやって現役世代の負担を軽減させるかということが第一。まず、えー、少子化対策と高齢化対策に対しての考え方、えー。高齢化対策についてはやはり医療費の問題が一番大きく、えー、高齢者の医療費がやはり、えー、大きくなっている。えー、ここではやはやり お年寄りの方々がより健康であっていただくという対策がまずもって一番であります。その中ではやはりこれは本当に難しい問題でありますけれどもいかに地域地域でお年寄りが健康にいろんなスポーツやまたいろんなウォーキングとかいろんなサークル活動とかそういったものをどうやって親しんでもらうか。今現場でも グランドゴルフとか、えー、たくさんやられていらっしゃいますがやはりあのまだまだそれを支えるような環境づくりというか、まあ、健康面で支えていければ、えー、やはり医療費の負担え医療費の、えー、軽減ができるであろうということがございますそしてもう1点今あの介護、えー、人材の問題もあります、えー、介護人材についてはやはりな、えー、り手が少ないという問題があってそこで一番はやはり介護人材に対する 手当を厚くしなななければならいないいととうことがございますそうなれば逆に現役世代の負担がまた大きくなってしまう、これは相矛盾するところでありますが、えー、ここについてはやはり、えー、少子化対策をまあしっかり取るということがまず1つかなと思いますが、やはり介護人材を、えー、景気を上げることによって、えー、社会保障費の増額をなし得るかなということを一番考えています。そして、えー、少子化対策 海育てやすい環境づくりというものが一番だって、その中で子育てでの費用の面、児童手当,手当の面、それをさらには手厚くする必要性もあります。まずさらには教育においても奨、ね、学金とか高校、もしくは高等教育の無償化。 こういったものをすることによって、えー、親御さんたちが、まあ、子どもさんを増やしてもいいんじゃないかと思うような環境づくりになるんだろうと。もう一点、医療の面もございます。今、千葉県で、えー、コロナに感染された妊婦さん、新生児の方が、えー、悲しい事件がございました。そういった意味で、お子さんを 産み育てやすい医療環境の体制整備ということが重要なのかなと、その中で看護師、助産師、また産婦人科医、小児科医の方々、こういった方々が安全に適切な医療を提供できる環境、これは やはりあのお師匠様の方もいろいろ心配もございますあるという,ふうに聞いておりますが、佐野さん、えー、ちょっとお時間ですね。はい、えーはい、環境と体制しっかりと整える国が整えるそういった環境づくりが重要かと思ってます。はいはいありがとうございます。それでは、えー、ここからですね、えー、およそ10分今日ですね、えー、時間も設けておりますので、えー、自由討論あるいは、えー 冒頭のですねお話からの補足ですとか、えー、相手5への質問を受け付けます。であの、ここ上限を1分としますので、私がだいたい手を挙げたら、えー、ご発言、まあ、ご質問でこう、はいとかですね、えー、こういう回答の時は、まだ順番入れ替えてまいりますので、お願いいたします。<laughs> それでは、ここからのご発言を受け付けますが、えー、ご意見ある方は挙手をお願いいたします。では、はい。はいどうぞ空本さんあ新谷先生に お医者さんの立場から今の小児科医療とか週、はい、産期医療、どういうふうに、えーまあ、なっているか、そして、えー、どういうふうにすべきかということを教えていただければありがたいんですが。ありがとうございます。沙、えー、本さんからご質問いただきまして、ありがとうございます。週、えー、産期医療ですね、今やはり一番の課題はですねこの、えーこの、コロナに感染して、この妊婦の方がですね、特に、えー、胎児の方が亡くなるとか、そういったような痛ましい事故が。 事件が発生をしておるところでございます今、直近で申し上げますと、ですねこれは、えー、しっかりとこのワクチン接種をですね、これ、どうもやはり誤解が多いところがござ,ございますので、しっかりとこれ、あのできる限り正しい理解と思って、今は妊婦の方でもワクチン接種、これはあのお勧めしておるところでございますので、しっかりとこれは接種を進めていただきたいと、このように思ってございます。なかなかかやはり、えー、これれれが正常分でであればいいんですけれども あの異常分娩であったときにですね、これ非常に課題になるかなと考えてございます。中産企業に関してはですね、やはり、えー、これはもう、えー、生まれるまでではなくて、生まれてからの、例えば NICU であったり、そういった安心する医療体制の整備、これは各地域で核になるような医療体制が私は必ず必要だと考えてございます。すみません、少し長くなっております。で以上でございます。ありがとうございます。はい、他ご発言受け継げますが、いかがでしょうか。 いやすいません先ほどのはい<後>どうぞ新大さんはいえまあ質問というよりもですね先ほどの介護のところで少し補足というところで申し上げさせていただきたいと思いますあの介護人材ですねこれ年間6万人追加的に足りなくなるということが今分かっているところでございますその中で今本当に職業改善等も務めておるところでございますけれどもこれやはり、えー、しっかりとそのことも理解を深めてですね この人材の強化、また私も直接実は介護に関わっているものですから、こういった皆様のご意見を真摯に受け止めて、しっかりとこれは政策に反映していく必要があると考えてございます。ちょっとこの現実として、この労働力、この介護人材が不足する中で、年間6万人追加的に足りないということですね、これ3年経てば18万人足りないわけでございまして、こういったことが今起きているところでございます。ただいずれにしましても、これまだ高齢化が進んでいくところでございまして、しっかりと 私は取り組んで参りたいと考えてございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご意見を受け付けますがいかがでしょうか。はい、はい、上野さんどうぞ。今の介護人材に関することで私先ほど申し上げたのが、まあこれから介護人材が不足する中で、まあ一部の意見では、まあそういったようにですね、不足するからまあ外国の方をですね、まあ労働者としてまあ介護のになっていただこうという考えがあります。 ただ私はですね、今、その介護の福祉,介護福祉の資格とか、実際に介護に携わった経験のある方が、実は介護の業界にいないという状態になっています。というのは、やはり、えー、給料が低い。というのも、やっぱり介護報酬、基本報酬が低いということがあ原点になっています。えー、皆様は、えー、この介護人材に関することについて、えー、外国人労働者を受け入れて、えー、介護の人材にああのお願いするという。 立場のお考えでしょうかそれとも、まあ、私のようにですね、まあ、そこはしっかりと今資格を持っていらっしゃる方にしっかりと報酬を上げて、えー、企業の仕組みをしっかりしていくということをお考えなのかということを聞きたいと思います。はい今、上野さんから皆様にご質問がありました外国人材受け入れの件ですね。これをお一人お一人聞いてまいります。えー、まず中川さん、いかがでしょうか そうですねあの、やはり我が国日本で全てが賄えるようであれば当然のごとくそうした介護人材というものは我が国で賄っていくべきであると私自身はこの立ち位置に立っています、まあ、その上であの、えー、新谷先生とは厚生労働委員会でも初当選同期でご一緒させていただいた時がありますで私に、ね、はいろんなところを視察させていただいていてなかなかいいアイデアだなっていうことを思ったことがあるんですけれどもこれから人生100年時代を迎えてくるっていう状況をの中で 実はいろんな施設に行かせていただくとですね、ある市の事例で、えー、実は65歳過ぎたら、えー、手紙が行くんです、えー。介護のボランティアやりませんかっていう、えー、ものを行かせていただいて実際視察したら83歳のおばあちゃんが70代のおばあちゃんの介護しているっていう現場を見させていただいてやはりこれからの時代居場所と生きがいをしっかり作っていくっていう方向性が大事でそれも一つの知恵だなということを思っております。 はい、ありがとうございます。それでは、えー、空本さん、お願いいたします、はいえー。介護人材の問題、まず、えー、介護報酬あ介護人材に対する給与等の、えー、保障、こういったものはやはりあ、しっかりとしていくべきだろうと思います。えー、日本人の方がしっかりと働けると、えー、そして家庭を持てるという環境づくりが一番重要です。また、外国人労働者の方については、 受け入れはしててもよろししいと思ってますしかしながら、えー、やはり、えー、教育面、そういった面でしっかりと、えー、勉強された方、また実習された方、そういった方を、まあ、日本でも海外の方との、えー、交流ございますので、しっかり行いながら、えー、教育体制を確立しながら、外国人の方を、えー、入ってもらうと、そういうことも一つかなと思っております。 ははい、いいいあありりがががととうううごござざまましした。それでで新谷さん、いかがでしょうか。ょ、はい、す、まあ。介護人材に関しては、ですね、これはあの当然、我が国で人材確保、これが望ましいのは当然でございます。えー、今、介護離職、逆に介護に携わっている方が自らの親の介護のために離職をする、そういったことも非常に問題視されているところでもございます。年間10万人とも言われておりまして、これをいかにして防いでいくか、これを社会全体で向き合うのは必要だろうと考えてございます。また 介護人材のですね、当然、処遇改善、これはまた取り組んでいかなければなりません。しっかりとこの労働環境の整備もですね、進めていかなければならないと考えてございます。介護の中でですね、やはり、えー、当然、これは国内の方が、国内人材の方の方が言葉が通じたら安心ということがございます。そういったこともあって、あのこれは当然、それが望ましいというところでございます。まあの この後高齢化が進んでいくにあたってですね、非常に危惧しておるのが、やはりこの現実的に積み上がっていく人材不足、数として足りないということでございまして、そういったところは本当に、これはあの安易に意味を受け入れるとか、そういうことではなくてですね、皆さんと同意を得ながら、しっかりとこれ深,掘りを深掘りをしていかなければならないと、そのように考えてございます。ははいいいいありがががとううごござまますす他ご意見を受け付け付かかでしょじゃ 私はあの子ども庁の話がございましたので、子ども庁については、これはですねやはり今、厚生労働省と文科省で、えー、綱引きになってしまうんじゃないかなと、また組織の肥大化ということも、えー、懸念、危惧されます。やはりあの今の問題として、両方一体化、これをどう進めるべきかというと、やはり俗議員の問題とか、こういったものがございます。 そこについてやはりメスを入れながら、本当の、えー、教育、まああのえー、保育、そして、えー、教育、そういったものをどうあるべきか、子どもたちをどうやって育てるべきか、そこ、えー、しっかりもう一度、えー、考えていきたいんですが、この子ども庁について、えー、先生方、皆さんはどうお考えなのか、ちょっと聞いてみたいと思います。はい はいそれでは今、えー、空本さんからご発言ありました、子ども庁についてお一人お一人聞いていきたいと思います。まず、上野さん、いかがでしょうか。はい、私、先ほどの発言で、まあ、子ども庁について賛成という意見でした。というのも、やはり今の厚労省というまあ省庁が大きいっていう,言うこともありますし、まあ、文科省にもそういう部分もありますけれども、まあ、これだけですね少子化対策、今までずっと放っとかれて、じゃあ、 この今のまま省の庁でできるんですかと私は逆に思いたいですね。で、あるならば、そういった新設して、しっかりやっていくという姿勢を示すという意味でも、まあ、ここはですね、もう抜本的に乱すという意味から、まあ、子ども庁を作るということも一つの手だと考えています。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、中川さん、いかがでしょうかはそらも先生もやはり中央に行かれておられて、 やはりそういう意味での弊害っていうのをすごく感じていらっしゃるんだと思うんですけれどもその仮に子ども庁というものを政策、えー、庁として格上げしたしっかり作ったところでやはり実際問題中央の政治っていうのは予算という権限がなければ基本的に子ども庁は絵を描くだけになってしまってそれこそ本当にそれぞれの象徴のつなぎになってしまうと。 それではやっぱり省と町の違いっていうのは町には全く本当にそういう予算付けの権限がないという状況があって私そこだから本当に子ども庁ていうものに一つにまとめて子ども政策大事にすることはいいんですけれどももっともっとその子ども庁により権限お金こういうものが集中をしていかなくちゃいけないというところから始めていかないと。 議論としてはなかなか難しいのではないかなということを正直に思っています子供も地を作るのは本当に賛成ですがその権限がもっともっと集中していくことが必要だと思ってますありがとうございます、えー、続きまして新大さんお願いいたしますはい、えー。私も厚生労働大臣政務官としてですね厚生労働省の中で働いていたことがございますやはりこれ役所自体がですね非常に大きくて今それでもこの担当する範囲があまりにも広くて 人員が足りていない、これは本当に私は政務官をやっていて、えー、実感をした、えー、正直な感想でございました。まあ、今回、子ども庁ということでありますけれども、この子ども、えー、この成長を見届ける、このえー、まず我が国がです、ね、今、この少子化、人口減少というところが非常に我が国の根幹を揺るがす大問題であると、私はそのように考えてございます。そのの中ででやはりまず特大省しててこの省庁を超えてですね この問題に取り組む、そして子どもの健全な成長を促す、え、そういった観点で、え、特化していくということ。ありがとうございます。特化していくということは、非常に大事なことだと考えてございます。すみません、時間を超えてしまいました。はい、いや、大丈夫です。定刻です。ありがとうございます。はい、もっともっとちょっとお聞きしていきたい部分でありますけれども、ちょっとスケジュールございまして、次に移らさせていただきます。それでは、え、ウィズコロナ、えー、そして、アフターコロナ禍での経済対策というところ、をちょっとお話を伺ってまいります。はい。 ここ数日、まあ,あの東京中心全国的に新規感染者というものはまあ減少に転じていると、で今日なんかも東京ですと、4日連続で50人を下回っているというようなことで、まあ,あの 少しほっとしている方も、まあ、あろうと思いますけども、まあ、ただ有識者、専門家の間では第6波の懸念もかなりされておるところでございます。ただ、経済を回すとか、ですね飲食店を中心に観光業の方とかたちが深刻な状況にある中で、ですねこういったところのアフターコロナ、ウィズコロナでの経済対策、政策をお聞きしてまいります。ここでは順番入れ替えまして、中川さんよりお願いをしたいと思います。 はいえー、本当にあのこのところ感染者数が、えー、下げ止まっているという状況というのは本当に、えー、喜ばしい傾向でやはり遅ればせながら、まあ、ワクチンの接種がようやく加速をしてきて、えー、感染者数減った効果もありますし国民お一人お一人の、えー、緊急事態宣言長い長いご協力による賜物だと思っております。でまあ、そういった中で 私やっぱり経済対策というものを1つ考えていかなくてはいけないんですけれども、この間、本当に地元回っていて、多くの悲痛な声、いっぱいいっぱい聞いてまいりました。で、とおそらく大体私もちょっと今、国政の方にないか、総額で把握をしてしきれていないんですけど日本経済、日本国が今回の新型コロナウイルスに充てた総額の予算、むしろ、えー、新谷先生に伺っていただいた方が早いのかもしれませんが。 およそ70兆円ぐらいおそらく組んでいるのではないかなと記憶をしていてだけどまだほとんど大半国庫に残っているっていう現状の中でなんか本当にあのいくら休業要請に応じたところでなんていうかまだ協力金っていうのが飲食店も半年分ぐらい前しか振り込まれていないと潰れるところはどんどん先潰れてしまえと言わんばかりのなんだか本当にあの財務省指導の 超緊縮財政型の経済政策だなってていいうことを私自身は見ていて感じますで他方でアメリカなんか面向けると例えばトランプ大統領で250兆バイデン大統領で200兆財政出動政策というのを実際に実行に移していて誠に苦しんでおられる低所得者層とか中間層の生活の底上げというのを行っていますしありとあらゆるなんか事業主の、えー、補助というのも行っていると記憶をしています。 他方で日本でおいては例えば10万円がすべての国民一人一人に1回配られましたけれどもアメリカの場合は13万円が3回すべての国民に配られているとそしてヨーロッパなどを見てまいりますとおよそ50カ国の国と地域が、まあ、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴って消費税についてもですね一旦50カ国が引き下げているとこのような決断を下していることを見るとどうしても日本はです、ね、財務省主導の超緊縮財政 型の経済支援策だなとといいうことを感じてしまいますそれでやはりアフターコロナに向かってですね何といっても私は政治の側に物申していきたいのはせめてこの新型コロナが収束する前の間そしてもう一つ大きく前に向いていくっていう元気を出していくためにもデフレ脱却を果たす前の間ですね一旦本当に世界各国の事例っていうのをしっかりと参考に。 より大胆な経済対策を講じるようににに本当に政治の側に物申しててまいりたいといたととこ思っていますよく財務省の言う主張はこれです。1200兆円程度借金があって、もう本当増税しなくちゃ,しなくちゃいけない。だけど、対外資産、同じ同等の規模、日本国が持っているということは全く伏せるんです。よく企業の経営者の皆さんだったら分かっていただくと思うんですけど、企業でやっぱりいろんなものを投資するために、 借金もしますだけど、えー、企業の資産っていうものはしっかりとあった上でバランスシート上で計算をしているのが企業の経営であって一方企業はあのそういった資産は内部留保っていう形で批判的な言い方をして財務省はそういう対外資産っていうのを隠してですね借金ばっかりで増税増税って言ってたらこれが今の日本の閉塞状況につながってしまうということを思っているんでまず経済面においてもっと閉塞感を超えていくためにもですね 本当にデフレ脱却を果たしていくためには、本当にですね、消費税っていうのを一回考えていくっていうことが。私自身は本当に一体一気と大事だということを思っております。まあ、そういった点について、ええー、物申していきたいということを思っております。大体お時間でしょうか、よろしいんですか、もう少し。いいんですか、はい、ありがとうございました。はい、中川さん、ありがとうございます。えー、続きまして、上野さん、同じくお願いいたします。はい。 今、消費税の話が出ましたけれども、まあ、私はです、ね、経済対策としては、えー、まず第一に、えー、消費税減税を訴えております、えー。これはコロナがある程度収まった後にです、ね、今これだけ経済がコロナで傷んだ状態、これをです、ね、こう V 字回復させていくためには、ある程度大きな経済対策が必要です。そして今、まあ、政府などで GoTo トラベル2.0などの話がありますけれども、 実はそれって、ですねあの、旅行行ける人たち、お金があって、まあ、時間があって、行ける人たちは恩恵を受けますけども、まあ、実際にじゃあ、働き世代とか、まあ、そういった方々には恩恵があまりないですよね。消費税の減税ならば、えー、全世代、みんなに減税効果があります。そういったことも観点から、ですね、私は消費税の減税ということがまずもって大事だと考えています。 なぜならば、やっぱり日本の GDP の6割が国内消費、国民の皆様の消費活動です。この6割の消費活動を活性化させない限りは、景気回復、ありえません。なぜ日本がバブル崩壊以降、デフレから脱却できないかと言いますと、その景気が上まくたんびに、毎回消費税を増税して水を差してきた、景気を腰折,れ腰折れしてきた、そのことからですね、結局今のこのデフレの状況になっていると。 いうことから考えますと、今回の経済対策、この100年に度のパンデミックと言われている中、大型を振るって経済対策、これ減税、消費税減税まで踏み込んでやらないと、またリーマンショックの時と同じように、日本がです、ね、先進国の中で一番景気回復が遅れてしまうということにはなりかえません。ですから、私はこの消費税減税をしっかり訴えていきます。そして、あとはその次世代への投資ですね。今、やはりその投資が鈍っている。 積極財政で次世代の投資、再生エネルギー、あとは今 DX と言われています、環境技術、あとは 5G では遅れ,遅れました、日本 5G では、中国の方が先行きました。じゃあ、今度 6G、6G 行こうよそういった次世代への投資をどんどんしていく今時期に来ています。この期を逃したら日本の景気回復ありえません。私はしっかりと消費税の減税と積極財政で次世代の投資を行っていきます。以上です。ありがとうございます。 はいいありがとうございましたそれでは、えー、空本さん同じくお願いいたします、はいえー、まず、えー、これまでの自民党、そして、えー、与党の経済対策については、やはりコロナ禍においては、やはり、えー、まだまだだったというふうに私は考え感じています。やはりあの先ほどお話もありましたが、サービス、飲食、宿泊、旅行、こういった業界の方々が本当に苦労されていらっしゃいます。 特にですね、思うことは、えー、納税に関する問題が一番大きいと思います。一時的にですね、えー、納税を免除する、あ、免除じゃ、えー、っと、えー、納税を伸ばしてくださるっていう、えー、措置もございましたけれども、結局は数年後には納税をしなければならない。負担は逆に増えるばかりであります。また えー、いろんな店舗を持ってらっしゃる飲食の方々、えー、ちっちゃいお店はいいんですがある程度の規模の大きさの店舗をまた複数点持ってらっしゃる方々はやはり今の、えー、政府の保障では全く、えー、立ち行かなくなる逆に負債が増えてくる。で、オーナーさん方はやはり銀行から借り入れをされてそして、えー 従業員の方を、えー、養っってていいいると言まますか雇っていますか雇そのの従業員の方々の雇用も守、まあ、っていかなければならない、そういった意味で、正規、えー、非正規を問わず、ですねやはり、えー、もっと、えー、今、厳しい境あ環境にある業界の方々に対する雇用面でのやはり、えー、保障と言いますか。 また給付といいますかそういったものをしっかり行うべきであろうと思いますその一方でやはり景気をどうやって上げるかということをえ消費税については次元的に消費税を5%に下げるということは大事ですそれをしなければ、えー、やっぱりあの一般の生活されていらっしゃる方特に今ですね飲、えー、食品とかが10月から高騰しました えー、スーパーマーケットに行くと、本当に、まあ、食品が上がっている、そうなれば、いや今8、8%の食,食品に対しての、えー、税でありますけれども、5%下がれば、もっと楽に、えー、生活できる、また、あのお子さんを持ってらっしゃる家庭はやっぱり子どもさんはたくさん食べます、そういった意味で、食費の面で大変厳しいと、えー、そういう中で、やはり消費税はしっかりと次元的ではありますけれども、5%。 できればもっと下げたいところでありますが、やはりあの社会保障という面もありますので、えー、5%程度に時限的に下げる、あともう1点は、今の産業、今、自動車とか半導体とかという産業が、やはりこのコロナ禍において、半導体不足とかいうことで、製造が立ち行かなくなりつつあります。このままいくと、やはり今、えー、進んでいますが、将来的には産業も厳しくなると考えています。 はい、ありがとうございました。はい、それでは新谷さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、まず今新型コロナウイルス感染症、これあの感染者数はだいぶ減ってきておるところでございます、えー。ただまだまだやはり予断を許さない状況が続いてございます。これから冬を迎えて次の感染者のこの波が来るかもしれない。その中でしっかりと備えていかなければならないと考えてございます。やはり経済政策もですね、やはり今 経済に大きなダメージを与えているのが、この新型コロナウイルス感染症でございます。この対策がやはり今は一番の、取りぎこぎ、直近では根幹の政策になるんじゃないかと、そのように考えてございます。今、幸いにして、我が国、ワクチン接種がですね、えー、これ、他の先進国に比べてはスタートは遅かったんですけれども、世界で類を見ないスピードで進,め進んでいるところでございます。今、高齢者の65歳以上の皆様、ほぼ9割の方が受けていただいて、 さらに、えー、国民全体では三人に二人の方が今ワクチン接種二回接種を終えていらっしゃる状況でございますまずはこれはワクチンに対して正しい理解を進めてそしてこの正しい理解の下でワクチン接種を決めていただくその推進をしていくことが何よりもこの経済対策においても重要なことだろうと考えてございます事実として先立ってのこの感染者数非常に多かった夏は多かったわけでございますけれども これはの死亡率、重症化率が以前ほどには、この率として上昇しなかった、そういったことがございます。医学的にも非常にこのメッセンジャー RNA ワクチン、効果が高いということが、これはっきりと証明されているところでもございまして、これも推進を図ってまいりたいと思ってございます。さらに、その上でですね、やはりどうしてもワクチン、えー、受けたくないという方、これはもう本人の意思決定になるところでございますけれども、一定程度、これは、えー、次、もしかしたらまた波が来るかもしれません。このえー 緊急事態になるかもしれない、そういった中で、ですねやはり接種証明、ある程度、一定程度、このワクチンを受けたということの証明というのは活用せざるを得ないではないかと、そのように考えているところでもございます。これはあの私、政府として総務副大臣として閣僚の会議にも参加をさせていただいておりましたけれども、この感染者の専門家,専門家の会議においても、ですね同様の議論が出ているところでもございます。これはまあ丁寧に国民のの皆様の意見を伺いいながらどういった形でも 導入が必要か、これはあのお声をいただいて、しっかりと進めてまいりたいと、そのように思ってございます。まあ、今、この経済はですね非常にピンチとなっているところでございますが、やはりこの中小企業政策等々、このピンチをチャンスに変えて、また政策を展開していくことも必要であろうと考えてございます。私はあの情報通信の担当大臣として 例えば、まだまだ光ファイバーが通っていないところ、これに300億予算をこれも引っ張ってくることができまして、さらに整備、推進をしているところでございます。例えば、こういった情報通信の技術も使って、さらに飛躍を促す、そしてそういった飛躍、チャレンジをされる企業をどんどん後押ししていく、そういった政策が私は必要ではないかと考えてございます。時間となりました。以上でございます。 はいありがとうございますそれでは自由討論のお時間を、えー、設けますご発言のある方は挙手をお願いいたします、はい、中川さんどうぞやはりですね本当に今新大先生の,のお話からもありましたけれども第六波っていうのを本当備えていかなくちゃいけないんだと思ってます甚大な被害をこむってしまうのワクチン接種いたっていのは本当に子どもたち幼児や児童であるっていう状況下の中で やはり本当にあの政党関係なくですねオール日本の体制築いていくということが大事だと思ってます。先ほど冒頭話しましたけれどもぜひ本当に11月以降ですね与野党が本当歩み寄っていってもう一番大事なのは国民一人一人の悲痛な声、誠の声を法整備や予算付けに実行に移していくべきだということを思っていて誰一人としてこれ地方政界で発言なかったのは本当に不思議でならなかったんです。是非本当に、えー まあ私が最も苦戦だと思ってますんで、本当にあの国会行かれたらぜひ本当にそういうような体制気づいていただくようにえ皆様にも働きかけていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。え他ご発言受け付けますいかがでしょうか。えっ、ー、とちょっと追加でよろしいでしょうか。どうぞおっしゃってください。そらまさんどうぞ。すみ<さ>、はい、ません。あどうぞ<え>先に大丈夫です。そらさん参りますか。 あミュートですね今わ<あ><の>かみません、これは、えー、討論というか、それにふさわしいかどうかというところがあるんですけれども、先ほどちょっともう一つ、えー、まだまだちょっと伝えたいということがございましてあの、ワクチンの副反応に関してですね、とにかくちょっと医学の技術から離れたところで、この副反応の情報が流れているということが、参見されているところでございます。えー、例えばあの不妊になるとか あるいは何か本当あの、まあ、磁石がくっつくとかとんでもないものもあるんですけれども、あのやはりこれがです、ね、どうしても誠しやかに伝わっているということがありまして、こういったワクチンに対してはです、ね、これは基本的に、えー、医学的に、統計的にしっかりと判断をして、さらにそれが副反応があったとしても、ワクチンのベネフィット、これどれほどこれは国民の人命を守れるか、そことの対比で考えていかなければならないところでございます。 ぜひ、これはですね、今進めておるワクチンは、非常に安全性、有効性が高いと。この医学的にもされているところでございまして、え、これはですね、あの、会派を超えて、ぜひ。国民の皆様に、理解を進めていく必要があろうと、そのように考えてございます。ありがとうございます。ただ、そらもっさん、いかがですか。はい。えー、まず経済対策ですが、先ほど申し上げましたが、半導体とか自動車とか、こういった、ええー。 製造業において、やはりこれから大変厳しくなるであろうという見通しもあります。その中で、やはり国内での製造、まあ、今、東広島には旧 l p ダメモリー、えー、今、マイクロンですが、えー、こういった半導体、今、の国の方で新しく台湾の企業を誘致するということもありますけれども、やはり国内での製造か体制、開発体制、えー、先ほどワクチンとか治療薬。 新型コロナに対するものもしっかりと国内で体制づくりできるような政策政策をしっかり取り組む必要があるだよ。これはやはり国からの開発そういった支援こういったものを強化する必要があるというふうに考えています。プラスもう一点やはりあのはい後ほどで結構です。はいありがとうございます。他ご発言いかがでしょうか。受け付けます。 あはいそれではは、えー、さん。はいはい、ありがとうございます。まあ、今その国内製造産業のことについてお話が出ましたので少し私も自身の経験を踏まえてお話しさせていただきます。私もですね電機メーカーに勤めておりまして、まあ、その時ちょうどアナログからデジタルに移行した時期でした。そうなるとですねやはりデジタルになると組み立てほぼあの部品のパーツをこうアセンブルして組み立ててまあ 技術を持っていても、まあ、結局大量生産、韓国、中国のメーカーなどがどんどん台頭してきてですね大変厳しい、私もビジネスマンとして現場を体験しました。これからそれがですね今、電気自動車電気あの、今までのエンジンで動いてたものが電気に変わっていく、これがアナログ、デジタルに変わっていく時代に入ります。 そうなると、この今の日本の自動車、基幹産業です。ここをしっかり手当てしなければ、日本の経済、大変なことになります。ですから、今からデジ,デジタル化、電気自動車化する中で、しっかりと日本政府はです、ね、ここについてはしっかりと手当て、支援していくという姿勢を見せるべきです。ありがとうございます。他ご発言、受け付けます。いかがでしょうか。はい、じでは、空本さん、どうぞ。はいえー、またあの、電気エネルギーの供給、これがこれから大変厳しくなると思います。 えー、経済においては電力、特に電気、えー、供給、こういった電力供給が一番重要となってきまして、えー、中国地方でも大変厳しくなるであろうと思っています。そこで一つ提案でございますが、暮、え、れ、ー、の、えー、製鉄所跡地問題、雇用問題ありますけれども、私はあそこにですね、まあ、東広島の問題ではありませんが、東広島,東島がこ、えー、通ってらっしゃる方、結構おりますので、えー、あそこをエネルギーパーク、 え再生可能エネルギーでもありますし、プラス、えー、CO2 の固定化技術、今、大崎・上島でも行っています、こういった設備、大型の設備を誘致して、えー、呉市を活性化させる、そうしますと、周辺の東広島、また秋区、秋群、またさらには広島市、こういったところに経済波及するであろうと、えー、広島県自体が活性化するであろうというふうに考えています、一つ提案でございいますはい、ありがとうございます。 他ご発言いかがでしょうかはい、じゃあ,ありがとうございますはい、新田さんどうぞえ。すいません、ありがとうございます。まさに、園、えー、本さん、上野さん、先ほどお話を伺わせていただきまして、そのエネルギー供給もですね、これは本当に安定供給、そして必要な量が供給されるかどうか、こういったことも非常に重要でございます。量,量,量が供給されてもですね、こうアップダウンがあると、非常にこれはあの問題が起きることがございまして。 これはあのベストミックスという考え方で安定供給を損なうことなく、しっかりと進めていく必要があろうと思います。まさに、澤本さんおっしゃられたように、この環境に配慮したあのこの技術を生かしてです、ね、しっかりとこの再生可能エネルギー、これを取り入れていく必要もまさにあろうと思います。ちょっと私、クレーのところはよくあの存じ上げませんけれども、このこの存じ上げないというか、その今の跡地の状況がずぶ、ね、さんにというところはあるんですけれども、しっかりとこれはやはり取り組んでいかなければならないんだろうと考えてございます。 また同時に環境性のところで、えー、先ほど上野さんから電気自動車等のお話もありましたけれども、やはりこれ、会計も大きな影響を受けるところがございます。部品点数が大きく変わるとかですね、そういったところを丁寧に見,つめ見,あの見据えて、しっかりとこれは国内で力を持っていけるように促せるといいなと考えてございます。ははい、いいありががとううございます。他はいかか。でしょうか では私から、じゃあ仮に、まあ、皆さん今懸念している第6波ですね、えー、ここがもしまた日本国内を襲ったという時にまにいろいろなご意見があるんですね、じゃ自,粛自粛をせよ、でまた休業要請をする、時短をする、あるいは渡航を制限するとか、ですいろいろ水際対策も含めてございますけれども、うん、皆様お一人お一人、どこを優先されますか、どこに第6波発生した時にレバレッジを。 をかけますかこれを一人一人聞いてまいりたいと思います中野さんまずいかがでしょうかそうですねやっぱり第6波が訪れたとして想定をして、まあ、本当冬に向かってやってくるっていう状況下の中でやはりその経済対策よりも何よりも本当に感染者を限りなく抑えていくっていうところがまず一義的な対応だということを思っていますのでまあ今あの 緊急事態条項を盛り込むべきかというような議論も出ていますけれども、今の現行法の中で、実際問題やっていくというものでは、まずは真っ先に緊急事態宣言という方向にならざるを得ないということだと思っています。それを変えていけるのが政治であるわけであるんで、まあ、そういう意味では、そのための国会というのを早く開いておく必要性というのはあるんだと思っています常に事態をを備ええてててそういうういい体制を整おおくということだとこだ思っております。 ありがとうございますそれででは上野さんいかかがでしょうか <laughs>、はい、えまずもってやはりコロナ対策は事前に準備をしておくということが大事です。第5波で医療が逼迫してベッド数が足りなくなった、そういう経験があるならば、もうすでにです、ね、今の時点から本来は準備をしておく。これがまず第一優先のことです。そしてまあその準備がしたけども、まあ、朝広がってしまったという場合には、私は ある程度県外移動ととといいいうううのを自粛してもらうという措置が必要だと思いますなぜならば、第5波、7月の4連休の時に、首都圏、関西圏からですね他方地方に移動して、ですね、まあ、広島も同じです。えー、かなり感染があそこから広がりました。ですから、しっかりと県外移動の自粛をして、県内である程度収めていくということをすれば、ある程度そこはですね、まあ、グリップが効きますので。 あの感染の収束,収束をですね、えー、向けて動くことができると私は考えています。ありがとうございます。続きまして、新大さん、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます、まあ。先ほど申し上げた通りでございますけれども、やはり、この医療の体制の充実ですね、これは次、感染者数が増えたときに、この医療崩壊、まあ、こういったことが起きないようにしっかりと備えておく、病床を確保しておく、そのことは何よりも重要だろうと考えてございます。また、その上で、えー、このれえこの 発生してしまったときにですね、緊急事態宣言、実はこれ、国民の皆様へのお願いでございまして、何か強制力があるとかそういったことではないんですけれども、ただやはり一段階進めてですね、今ワクチンがだいぶ供給が進んでおりますので、接種証明とか、そういったものも活用して、一定程度、のこの行動制限のお願いを変えていくということは必要だろうと、その私は考えてございます。いずれにしましても、この感染防御がやはり基本となると思いますので、その地域、特性に応じて、 対策を打っていくことが何よりも必要だと考えてございますはい、それでは空本さん <laughs> お願いいたしますはい、えー。短期集中型の感染拡大防止の強化というのがまず必要だと思いますえその中で、えー、予防の面で、えー、まあ、大阪の吉村知事がおっしゃってましたけど野戦病院という言葉を使ったんですが医療体制のしっかりとした、えー、バックアップ体制を取ること まず予防、えー、未然にそういう対策を打つことが重要かと、えー、その中で、えー、短期集中であろうとも、えー、経済対策として、やはりあの飲食、サービス、こういった方へとの支援はさらに厚くする、これを両面から支えていかなければならないと考えますはいありがとうございます。 まああのいずれにしましても、中小企業も、まあ、うん、利子補給を受けてたりとかですね、経済対策で、また、えー、据え置きも、 まあ多分、早いところは据え置きがまた切れて返済が始まるというようなところもまあ同時並行はありますからこれ、さまざまな部分を想定しないといけないというところでございますけれどもやっぱり皆様政治家の皆様にですね期待することはかなり大きいと思いますのでこの辺も十分に、え。ー いいいい政策ををですすねご提案たただきたいと思いますそれではちょっとねまだまだ聞きたいところばっかりなんですけどもちょっとスケジュールございましてですね次に移らさせていただきます。 まあこの異常気象防災対策です、まあ、今日もですね熊本阿蘇山がまあ噴火を起こしましてですねえ騒然としておるところでございますけどもまあ,あの記憶新しいところですとまた熱海の水災ですとかまあ今年も非常なあの自然災害にも見舞われておるこの日本国家でありますけどもえこう毎年毎年ですねいわゆる激甚災害というものに指定されるものがまあ想定の 範囲を超えるところで、まあ、起ここっておるこの現状でですねこの異常気象であったりこの防災対策えこういったところへの関心注目も非常に高まっておるところでございます、まあ、広島県も大きな災害に、まあ、直近見舞われて、えー、おるところでございますけども、えー、こういったところでですね防災減災も含めてですね、えー、政策の方をお聞きしてまいりたいと思います、えー、ここでは順番がえっ、ー、と上野さんからお願いをしたいと思いますのでよろしくお願いいたします はいえー、まあ防災対策については、ですね、まあ、私自身も復興庁での勤務経験がありますので、そういった意味で、復興の防災、減災、どうしていくのかということは、あの専門的に携わってきました。まずもって、防災、減災するにはどう,しどうすべきかということについては、今、異常気象というものがただありますで。今の建築基準とか、そういった規制のものは、そういう今の異常気象に。 対応したものではないですね。今後、今10年に一度の大雨とか言ってますけど、もう2、3年に起きてます。ですから、そういった大雨、もう常にこれ、来るものだと想定してですね、そういった建築基準とか、そういった設備の基準とか見直すということも大事です。あとはしっかりとその防災・減災するためのハードの設備、いまだにですね、西日本豪雨災害からの復興の現場、 まあ見てきましたけども私も現場を、まだまだ復興がなっていないという状況、そういった面ではしっかりとこの公共事業、悪と言われますが、ここはしっかりとですねハード面整備して、防災・減災に努めるということがまずもって肝要だと思います。次にソフトの面についてですが、これは私はもう本当にまあ東日本被災地の現場を見て、復興の現場を見て思ったことですが、本当にですねお金を持っている方は復興が早いんですよ、自力で自宅再建したりとか。 でお金のない方は、ですねやっぱりみなしあの仮設に入ったりとかです、ね、みなし仮設に入ったり、なかなか自分たちの生活を元に戻すことができない、えそういった現状、私は復興庁において、えー、東日本大震災のですね、えー、北は青森県大浦市町から南は福島県いわ,あのいわき市まで行ってきました、400キロ、全長400全部歩いてきました、私、それを見て、ですね本当にこの災害が起こった後の復興、なんとかならないかなと。 思ってですね私はこれ、これ自分自身の提案なんですけども、公的なですね復興災害保険というものが、えー、国として作ることはできないかというふうに考えています、えー。これはあの保険制度ですので、えー、国民の皆,さ皆様からですね、えー、少しずつお金をもらって、そこを、まあ、年金制度と同じように、まあ、社会保険として、復興のための保険として運用していく、で被害に遭ったらそれに対して、えー、保険ですから保険を支払って そうすれば、えー、お金を持っている、持ってない関係なく、ですね復興というものが、えー、みんな平等にです、ね、進んでいけるのではないかなと思っております。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。それでは、えー、空本さん、お願いいたします、はいえー、まず、災害対策のために、環境インフラ整備の強化が必要だと思っています。例えば、えー、河川、休憩車地。 そして砂防ダムももちろんですが、えー、上水道、えー、さらには、えー、道路、こういったまだまだ、えー、整備未完のものがたくさんございます、そういったものを災害対策の面からも、えー、至急、できるだけ早くに、えー、強化する、私があの現職当時、頑張ったのは、えー、東シチ呉砥砥と2号線バイパス。 中、えー、川先生も頑張ってらっしゃったと思うんですけれども、ここにどうやって予算をつけて、どうやって早期開通させるか。えー、呉市がですね、西日本豪雨災害の時に、もう陸の孤島になりかけました、なりつつありました。えー、東,あ東広島、呉道路が、全、えー、線開通早期に、私、あの頑張ってさせ,させたんですけれども、その時に唯一のライフラインとなった。えー、そういった意味で2号線バイパス今 えー、海田からそして東出身まで全線開通、来年度、えー、開通する予定でございますけれども、そういうまだまだ未完の道路、また上水道も、えー、西日本豪雨災害の時には矢のまた天のこういった地域で上水道管がすべて流されました、えー、まだまだ上水,水道、各地で,です、ねえー、噴水を上げているような事故、またトラブルがたくさん発生しています。そういった意味で 災害に強いまちづくりの観点からもですね、環境インフラ的な、私は公共事業はすごくいいものだと思っています。それは無駄遣いをしなければいいんです。必要なものはしっかりと予算をつけて、そして適切に工事費用をつけて行うべきだと思っています。そそういいった意味で災害に強い国づくりりれはやはや 環境インフラ整備を行うこと、まずこれからスタートすべきだと思います。えー、以上でございます。はい。音が聞こえない。あすみません、音が。あすみません、ごめんなさい、失礼しました。それでは、えー、続きまして、新谷さん、お願いいたします。よろしくお願いします、えー。昨今の異常気象、これ、特に、えー、豪雨に関してですね、これはやはり地球規模の気象変動が背景にあると。 私はそのように考えてございます残念なことに、これは我が国でいつどこで起こるかわからない、今そのような状況にあると思っております。えー、過去数年間経験がなかったとしても、ですねこれ小川が集落丸ごと飲み込むようなその災害になってくるところでもございます。年間、あの例えば降水量 50, 50ミリのところがですね、突如1000ミリとか、それぐらい極端に違うものでございます。私の地元でもですね、平成30年の豪雨で、うん いい人命も含む多くの被害が発生をしたところでございます改めて亡くなられた皆様にお悔やみを申し上げるとともに、被災されたすべての皆様にお見舞い申し上げたいと存じます。その上で、今、災害に対してどのようにしたらよいか、これ、ソフト、ハード、やはり両方の対策が必要だろうと考えてございます。ハード面だけで、これまで国が前面に出て、この復旧、復興、防災減災に当たるということを進めてまいったところでございます。 やはり数十年に一度という気象変動に、ですね、あるいは町、市の単位で、完全にこの技術面、予算面、カバーしていくというのは非常に困難だろうと考えてございます。これはやはり国なり県、市、これはしっかりと連携をして、ですね、その上で国がしっかりと技術者も含めてサポートしていくということが今後も必要だろうと考えてございます。 特にこの国交省の皆さんとも、この災害に際してはですね非常に連携をさせていただきました、このテックホースということでチームを組んで、ですね技術者をこの全国各地から集めて、迅速に派遣をするということを今、取り組んでもらっているところでもございます。例えば、これ何か起きそうだという時にもすでに事前にもう集まってもらっているわけですね。それですぐに展開をして、専門的なアドバイスを行って、実際に現地に詠めてもらう。 そういいったここととも取りり組んででおるところでございますやはりハード面ではです、ね、当然、砂防ダムの整備、そしてさまざまな命の道路をつないでいくということももちろん重要でございます。先ほど、園内さんおっしゃっていただきましたけれども、この東大島空きバイパス、これも今、予算を大幅に拡充して、これ、つながっていないものですから、これはあの、国道2号線のバイパスでございますけれども、こういったものをしっかりとつなげていく、これは必要なことだろうと考えてございます。 また意外にですねこれあの災害で重要になるのが土地の試験の問題でございます。所有者、これ所有者不明土地、砂防ダムを例えば設置するにあたってもこの土地をまず誰のものかわからないということがあったりもします。熱海の問題でもこれなかなか個人の所有の土地に踏み込めない、それが法定を担うやっておったのが人命を奪うということもございました。こういったことも今後、災害に対しては。 緊急時において大きな課題になってくるとそのように考えております。しっかり取り組んでまいりたいと思ってございます。はい、ありがとうございます。それでは最後に中川さんお願いいたします。はい、あのいただいたテーマが異常気象とその防災対応ということで、これやっぱり一つずつをですね、えー、そのまとめて数分っていうのはすごく非常に難しいんだろうと思っていますんで、今あの皆さんが、えー、主に防災対策を中心にお話になられたんで。 私もそれに合わせるように防災対策中心にお話をさせていただければと思っています。当然のごとくですね、まず震災前の段階、前の段階の備えの段階と、そしてその震災中というか、一番大変な時期、本当に避難、えー、まだ、えー、あの行方不明者が何人いらっしゃるという状況下の中と、そしてその復興後の この段階っていうのに何段階かに分けての対策っていうのが本当に非常に大事だと思っていまして、まあ、今、本当に全国各地それぞれの自治体皆さんご努力いただいて防災マップっていうのをしっかり作成をいただいているとさらには ICT IC な,などを使ってです、ね、アラートのそういったものの精度っていうのを上げていただくというご協力もいただいていると。 だけども本当に一番根幹で最も大事なものはそういった技術革新であったりマップ以前にですね本当に危ないよということを知った時に本当に、えー、しっかりと避難をしていただくっていうその啓蒙啓発だっていうことはこれまでの本当に災害いっぱいいっぱい見ていても私自身も本当に感じるところでもありますまた本当に災害中っていうのは本当に多くのですねまず避難避難 をする方々っていうのをしっかりと、えー、救い出していくっていうのが一番の責務であってこれやっぱり本当に自衛隊の皆さんとの連携体制こうしたものに本当に私たち一番いつもいつもこうした時に心を打たれているわけでもあります、えー、同時に、えー、直後の問題アフター後ですよねこうしたものに対して私もあのバジは外れていたんですけど、えー、この状況下の中で同期国会議員の、えー、仲間と一緒になって 掃除の方に特定非常災害、こうしたものをしっかりと指定をしていただくというようなことも、今回の西日本豪雨の時に働きかけさせていただいて、実際にそうしたものも実行に移させていただいたということもありました。 それからあの上野さん言われたですねそういうイメージっていうのは私は逆にその災害基金ボンドというような言い方をしているんですけれどもやっぱり本当に備えあれば憂いなしの安全安心の日本を作っていくためのですねそうした本当に新たな仕組み 国民や本当に民間の人たちにも加わっていっていただいて、いざ災害ができたとき、本当に困っていらっしゃる方々、こうしたところに本当に、えー、しっかりと持っていけるような仕組みであったりということが必要だと思っています。同時にやっぱり本当に国土強靭化、これは本当にしっかりやっていかなくてはいけないですしまだまだやっぱり地元回っていてもですね、砂防欲しいっていうところができていないっていうのは現状もありますんで、これやっぱり随時進めていかなくてはいけないと思っています。すいません はい、ありがとうございます。それでは、えー、ご発言受け付けますがいかがでしょうか。補足、相手方への質問等々ご発言受けます。いかがでしょうか。いや、私、すみません。あ、どうぞ中川さん、はい。いいですか。 いいいいでですかすすすかかまませせんんんさ異常気象の問題についてということでちょっとお話しさせていただければと思っていいんですけれども私は員時代水循環基本法というものを作らせていただいて一緒になって、えー、与野党超党派で、えー、成立というのを状況の中で事務局長で先頭に立って交渉を当たらせていただきましたこの理由やっぱり水は循環するサイクルであるんですけれどもやっぱり縦割りの弊害っていうのがあって。 まあ、いわゆる、えー、内閣総理大臣直属の水循環政策本部作って一元化していきましょうという,ということをやらせていただいてまいりました。当然、やっぱりこの,この災害対応についてもですね本当にあのそういった方向性に今なってきているわけなんですけれどもやはり、やっぱり本当にこの難しさっていうのを実際問題、水政策やっていて感じていますのでやはり本当にこの災害対策についてですねもっと本当に強い役所 本当にこれだけの災害の時代なんで省への格上げっていうところまでしっかりやっていかなくちゃいけないと思っていますはいありがとうございますそれでは上野さん参りますかはいありがとうございます、はい、先ほどあの災害の後の土地のまあ名義人がわからないというような話がありましたで、私も東日本大震災に被災地にいた時にですね、えー、被災の後の後を見,、ま、見渡しますとですね 基礎だけが残ってる土地がいっぱいあるんですよ。建物がなくて基礎だけがずっと残ってる。これなんで基礎だけ残ってるんですかと言うと、やりこれ私物だから基礎を取り,あの取り壊せないんですよと、取り外せないんですよと。でそういったところでですね、えー、復興ということが遅れておりました。そして、 広島の浅見名区の旭田区の土砂災害にもそうです。えー、石垣が明らさに崩れてですね、えー、道路に影響があるのに、えー、これどうしてあの修繕できないんですかとっ,てっこれ私物だから、この石垣は私物だから、ここは行政はタッチできないんですよというような惨状を目の当たりにしてきました。ですので、私はですね、やっぱりそういったあの細かいところですけども、えー、しっかりと政府、 改善してですね手当をしていくというのは大事だと考えてますはいありがとうございます他ご発言受け付けますいかがでしょうかでははいはい草本さんどうぞはい、えー、防災対策として一つですね、えー、農耕地田んぼの問題を挙げさせていただきたいと思いますやはり田んぼはですね水を、えー、貯める水ダム田んぼダムであります 今、急降電そして耕作放棄地がたくさん増えていてそれによって、えー、土砂災害がまあ拡大化すると言いますか大型化になると言いますか、えー、もう一点はやはり今田んぼを宅地化しておりましてそれによって昔はその地域で水を貯めて川がそんなにあふれなかったんだけれども川があのちょっとした雨でも川があふれてしまうというような。 ことも発生しつつありますそういった意味で里山対策といいますか私はやっぱり田んぼ農業政策これまで、えー、東広島は一番の広島県一番の、えー、米作りの地域でありますのでそういった意味で田んぼを守る中山間地域里山を守るこういったことも一つの災害対策になることは確実だろうと。 私は農業を守っていく、米作りを守るというのを一つの災害対策の一面だと思っております。森は海の恋人、食糧農業の,その基本規約、私は基本あの現職時代に書かせていただきました、そういった意味で、山を、田んぼ守っていきたいと思っていますはい、ありがとうございます。他ご発言いいかかがでしょううはい、新さんどうぞえ 先ほどのちょっと補足的にもし可能であれば言わせていただければと思いました。あのソフト面でもですね、やっぱりこれはあの早めの避難を促していく、そのことが必要だろうと考えてございます。ただ、本当に豪雨が鳴り響く中でですね、いかに的確にこのあの今、被災しようとしている方に情報を伝えるか、これは今後も工夫がいると考えてございます。また、避難路もやはりこれは国があの何か押し付けてということではなくて、やはり地方自治体の皆様と丁寧に。 この避難をどのように避難していくかということも、これはあのやはり積み上げていかなければならないと考えてございます。まあ、あの本当に、えー、農地、菅本さんおっしゃられたように、やはり農地がこの災害を防ぐ一つの機能になるというのは、まさにその通りだろうと考えてございます。あのしっかりとこの今まで守ってきた自然を守るというのも、一つ大きなことだろうと思いますし、同時にまた農地の、これ今、実は東大島市においても、この農地の復旧が遅れているということもございます。被災災額もしし害が発生した時にですね 今あのドローンを使って被災額を会員でもいいから確定をするとかそういったこともあるところでございますサボダムもこれ実は技術が変わってですね最新のものだとかなり春節溜まった土砂をか、えー、き出すことも可能になっているということでもございます新しい技術を使ってしっかりとこれはあのまた私も知見を深めながら取り入れてまいりたいと考えてございます はいいありがとうございます、まあ、ちょっと時間もなくなってきた中なんですけども、皆さんに一、えー、つずつ、特にこの4区のお、まあ、中で、ですね特に優先的に対応しなければならないところ、えー、ここもしございましたら、えー、お話を伺っていきたいと思いますが、お一人ずつ、いかがでしょうか。ははい、はいじゃあ空間さんどうぞ、はいえー、4区を、まあ、ひと一括りにすることはできないと思うんですが、やはり秋地区と東広島。 これで2つちょっとと分けて考えたいと思い思ますまず東広島、これはやはり先ほど申し上げましたが、えー、田んぼの多い地域であって、えー、米作りの広島県の一番の米作り地帯であります。そういった意味で、えー、中山間地、そして里山対策、米作り対策、こういったものをしっかり支えていかなければならないという面でございます。また、まあ、東広島にも工場もたくさんありますけれども、秋地区になれば、やはり、えー、自動産業のメッカであります。 半導体も含めて自動車産業を支える地域、ここをどうやって国内製造業、やはりものづくり国家をやはり日本の基軸とすべきであって、その中でエネルギー食、食料、水、この安全保障をしっかり支えていかなければならない、この安全保障体制とものづくり国家、こういったものをしっかりとこの4区で、4区はやはり日本の縮図です、そういったことを踏まえて取り組んでいきたいと思っています。 はい、ありがとうございます。それでは中川さん、聞いてまいりましょう。いかがでしょうか、はい。もう一本でちょっと語りきれるかわからないんですけれども、もう本当に東広島は無限の可能性を秘めてます。で、そういう意味では JC の皆さんとも一緒になって連携していただきたい,い,きい,きたいんですが、地域の宝、一生懸命、一緒になって見つけ出していきたいと思っています。まあ、私、議員時代あの、広島大学、世界で100位の大学にするための国のスーパーグローバル支援校への指定っていうのもやってきたんですけれども、その他先ほどある半導体のすごい魅力的な企業があって、半導体で日本中を 世界中をを牽引してていく可能能性であっったり学術研究機能を持ってますもうこうしたものでですねこれから環境の時代を迎える中で自然エネルギーや再生可能エネルギーで無限の可能性があるとそうしたものを今閉塞感だからこそ一つ一つ見つけ出していってどんどん伸ばしていくっていう意味ではまだ,まだ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 いっぱい無限の可能性があるというふうに思っていますので風土というものをしっかりと守り育んでいきながらそういったところを伸ばしていくと。 酒の都で種類総合研究所もありますしそうしたものも魅力ですのでどんどん伸ばしていくとこうしたことがこれから皆さんと一緒に次の世代のためにやっていきたいことだと思っておりますはいありがとうございますええー、続きまして上野さんいかがでしょうかはい私も一つでは語りきれませんただあえて一つに絞るとしたら先ほど出てきた私は2号線秋バイパスの完成ですええー、私もですねもうこの ず,っと,通い通いあのずっと通りますけど、あそこ、毎回一貫た交差点で、えー、ずっと渋滞に巻き込まれますし、解、えー、体を通ったら、かなぜ解体でまたバイパスを降りて、また乗らなきゃいけないんだというような感じです。もしこれがですね、早急につながれば、えー、広島都市圏と東広島市圏がつ,つながって、ウィンウィンの関係になります。島、えー、では物流の拠点、東の まあ市は西の政府新党と言われている物流拠点がありますけども、その物流拠点も広島都市圏にすぐつながるようになるし、経済の交流も増える、通勤する人も楽になる、この秋バイパスの完成をもって、私はこの東広島、そして秋区、秋郡方面、可能性無限大に広がると思います私は一つあるとすれば、これをじ実際にやっていきたいと思いまますすははいいいいありがとうございますそれでは新谷さんお願いいたします。 ええ、私もあの先ほど、空本さん、広島4区がまさに日本の縮図というふうにおっしゃられたと思うんですけれども、まさに私も同感でございます。一区議というのはなかなか難しいところではあるんですが、あの例えば東広島の中でも、ですね、ええ、この人口が増えている地域、これ全体ではまだあのこれはまだ減少ということにはなっていないわけなんですけれども、あの例えば福富富富坂、ええ、人口が減少している地域がございます。これ県に1件空き家 となっている地域もございまして、これは本当に、えー、取り組んでいかなければならない課題,課題だろうと考えてございます。同時に、そういった場所で、えー、やはり農業が中心産業というところがあるんですけれども、あのこういったところもですね、えー、今、中山間地農業、これを我々考えなければならないと思ってございます。我が国の中にもですね平野部と中山間地域ございまして、国全体で、えー、これは競争税の権がやっぱり異なるんですね。 そこをしっかりと中産間地農業というところで私は後押しが必要なんじゃないかと考えてございます。まあ、4区の中にはですね広島大学さんをはじめ各研究機関大学もございますし新しい知識が生まれてくるところでもございます。こういったことをエネルギーにまだまだ成長していく余地はあると思いますし私もそのお助けをしたいとそのように思ってございます。はいいありがとうございましたあの皆様それぞれぞ 本当に短い時間でですね、ご膨大な情報をいただかなきゃいけないので、本当に申し訳ありません、本当に。ただ、まあこれ、市長の皆様はですね、まあ、こういったところで、あ足りてないんだなっていうところは、また多分ですね、お話を伺いにですね、また足を運ばれたりですね、まあ、こういうきっかけになるのも公開討論会、いいところでございますので、ぜひご活用いただければと思います。それではですね、本当に時間はあっという間でですね、最終演説のお時間となってしまいました。えー、ここではあの本公開討論会全 一般通じましてですね、えー、まあ、述べ足りなかった部分とかですねあるいは特に強調したい政策を、えー、お考え えー、ここをですね最後4分間ずつ、えー、しっかりと設けてあります。まあ、これ本来ですね、あのーまあ、こうフィジカルというかリアルの公開討論会ですと中央にマイクスタンドが JC の皆さんこう準備しましてです、ね、もう身振り手振り最後熱く語っていただくこう大事な場面なんですけども、まあ、ここちょっとあのまあズームということでですねですけどもまあ同じこの時間の立て付けでやっておりますのでぜひ、えー、制作思いの丈をですね、えー、ご発言いただくような雰囲気でですねやっていただければなと思います。それでは順番 順番戻りましてですねここ空本さんから4分間お願いをしたいと思いますそれでは最後の最終演説でございますよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたします、えー、日本一品の会空本正義でございますよろしくお願いいたします、えー、未来のための礎としてまず安全保障体制の評価を、えー、進めてまいりたいと思いますまずは中山間地域当初部農林水産業などの再生によって、えー、そして水水源 そして食料を守るさらには憲法改正などによって防衛力を強化するまた再,生エネ、えー、再エネを中心とした現実的なベストミックスによる電力エネルギーの安定供給を図るまた基礎教育読み書きそろばんではありますが計算力善悪の判断力こういったものを重視させる、えー、そして そういった安全保障体制を強化した後にです、ねのえー、景気重点政策、やはり新型コロナウイルスの治療薬やワクチン、また半導体自動車、製造業の国内開発生産体制の強化をすること、また温暖化対策としてもです、ね、クレーの製鉄所跡地、エネルギーパークを実現する。 さらに災害対策のための道路や上水道、砂防ダム生、環境インフラ整備、これをしっかり行っていきたいと考えます。最後にですが、やはりあの働くお母さん、赤ちゃん、そして子どもさんたちが安心して、えー、生活できる環境作り、特に医療環境、抜本的に改善していかなければならないと考えます。 まあ看護師、助産師、また3回、小児科医の方々が安全かつ適切な、えー、医療を提供できる環境と体制、これは国がしっかりと保障すること、そして子育て、少子化対策をしっかり取り組むこと、私はこういった安全保障、景気対策、また、えー、社会保障の面で、 しっかりと政策を取り組んでいきたいと考えております以上ですありがとうございましたそれでは新谷さん同じく四分間にとお願いいたしますはい、ありがとうございますもうやはり先ほどから申し上げております通りこの新型コロナウイルス対策これがやはり喫緊の課題だろうと考えてございます、えー、まずこのワクチン接種に関してですね繰り返しになりますけれどもこのしっかりと正しい理解でもってワクチン接種これ 決定をいただきたいということでございます。私も元々内科の医者をしておりました。しっかりとこれはですね、いろいろな背景があるのはあのこれはもうしょうがないことだと思いますので、ぜひ正しい情報で受けていただきたいということでございます。これに関連してですね、実はあの子宮頸がんワクチンえこれも過去定期接種化がこれ中止となりまして、今に至ってこれもなかなか接種率が上がっていないということがございます。今でもこれ定期接種しっかり受けれるわけでございますけれども。 これはの当初、やはり報道、また、えー、国会の中での、えー、議論ですね、中川さんもご一緒させていただいた、厚生労働委員会でも議論させていただいたところでもありますけれども、やはり、どうしこれあのー、報道が副反応じゃないかを取り上げたのが、ですねこれ、あのー、ほぼ副反応と、これ見たら不安になりますから、あの副反応として決定して進んでしまってというところがあったのは、えー、事実だろうと思います。今に至って実はあまり その時の副反応、はあまり関係がなかったということが分かっているんですけれども、これがまだまだ接種が進んでいないということが現実としてございます。今、子宮頸癌が3000人、毎年亡くなっています。これ、アップダウンはあるんですけれども、約3000人で。最新の9価のワクチンでは、9割の方がこれ防ぐことができるものでございまして。 こういったことを一つ一つとってみてもやはり正しく理解をしていただくことこれがまた国民の命と暮らしを守っていくことにもつながると考えてございます特に若い方に私は根拠を持って説明していくことがあろうと思います今後感染対策に対しては先ほど機会をいただきまして申し上げさせていただきました通りでございますやはり接種証明等々も活用して今後また状況に応じて対策を打っていく必要があると考えてございます 一つ、やはりこのコロナ禍で大きく我が国が経済が傷んでしまった、そういったところで、この経済再生をしっかりと図っていかなければなりません。この中で、やはり今ですね、これは積極的に、これは中小企業の皆様、お支えをしていかなければならないと考えてございます。これは何でもかんでもということではなくて、ですねやはり今のピンチを乗り切れれば、また力強く成長できる、そういった中小企業の皆様、しっかり後押しできる政策を取り組んでまいりたいと思います。 これ行政において支給金等の遅れが目立っているのは確かでございます。これはないように、ですね、私もこれからしっかりと、これはあの行政にとところでも働きかけをしてまいりたいと、そのように考えてございます。私も副大臣としまして、これまで情報通信の担当の副大臣をさせていただいておったところでございます。例えば、5G の整備、これ、携帯電話の次の通信規格でございますけれども、さらにそれのみならず、ローカル 5G というものもございます。 これは場所を限定して高速通信網を作るというところでございますけれども、そういったところでドローンを飛ばして、例えばスマート農業であったり、あるいは医療の効率化であったり、工場生産の効率化であったり、そういったことも可能になるところでございます。今、この中で大変経済が痛いのでいう、この中でピンチをチャンスに変えて、しっかりとこういった新しい付加価値を生み出せるように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。 また、このコロナ禍でいろいろと業種変換、業種が変わっていくということもあろうかと思います。例えば、あの先ほどのお話でもございました通り、電気自動車になると、下請けの企業の皆様、ひょっとしたら業種転換が必要になるかもしれません。日本の技術力、素晴らしいものがございます。しっかりと、この新しい価値を生み出す産業にですね、これはまた投資をしてまいりたいと考えてございます。最後に、このコロナ禍で大変困っていらっしゃる、例えば一人親の方、パート労働者の方、あるいはその 例えばです、ね、バイトをしながら、通っている学生の方とかですね、そういった方々、本当に今、この中で困っている方、これ、私はさらに、えー、今ではまだまだ足りていないと考えておりございまして、今、広島から出ている岸田総理、しっかりと連携をして、こういった皆様に、しっかりと寄り添う政治、これからも取り組んでまいりたいと考えてございます。ありがとうございました。はい、えー、それでは、えー、続きまして、中川さん、お願いいたします。 改めてなんですけど、本当に今回、このような機会、与えていただいてありがとうございました。こうして本当に政治にしっかりと関心を持っていただくっていう、本当に地上になっていると思っています。では、私自身も本当にあの自ら一杯一にまみれて、本当に一度失ってしまった信頼と回復に向かって、誰にも負けない行動と情熱を持ってお示しをしていこうと、この4年間、この思いとともに過ごしてまいりました。先生の方からも演説上にと もう心のフィルターを外して話させていただきたいということを思っているんですけれどもこの間本当に私自身も大きく悩んでですねもういろんな意味でもう,もう本当に政治の世界完全に足洗おうかっていうような状況に陥った時もあったんですがそうした中に本当に郷土のお一人お一人の温かい思いですとか 本当にこれだけのことをやらかしてしまったのに、家族にがですね、しっかり私についてきて、えー、支えてくれたと、本当に人それぞれの温かさですとか、さらにはですね、家族の絆っていうのをこの4年間、本当にこれ以上感じたのは私しかいないと、えー、このように思っております。まあそうした中で、今回の新型コロナウイルスですね、本当に数多くの時代の歪み、私たちの地元もあっていてもいっぱいいっぱい存在します。だからこそ本当にいつでも、 どこでも何度でも仮に失敗をしても夢や希望があれば必ずや,やり直しのきくとそして同時に誠に強い立場の者が真に弱い立場の方々を思いやっていける強くて優しい日本ポストコロナフタコロナに向かって私中川敏奈和自身がいっぱい一にまに見れたからこそ先頭に立って実行に移すべく私自身は本当に再起に向かって立ち上がらさせていただいた決意でもありますそしてここの根幹には無所属ではありますけれども 保守とという精神がしっっかりり宿っておりますだからこそ今まさにこのコロナで一辺倒ですけれども我が国の領土、領海周辺自体本当に非常に危険な状態になっているこうした状況下の中でしっかりと安全保障っていうのを守り抜いていくそして今まさに憲法改正っていうのもやりきってしっかりと日本人としてのアイデンティー日本の心っていうものをしっかりと入れていくこのような方向性から 低速感で下を向いている思いというベクトルを上に上げていくっていうものを皆さんともに一緒になってやらせていただきながら、輝く地域とか輝く日本とか皆様ともに本当に一緒になって実行に移していきたい、この思いを持っています。そしてまだまだ日本は捨てたことものではありません。課題解消先進国として世界中をリードしていく無限の可能性、そして本当に自由貿易体制の先頭に走っているのは我が国日本であります。 TPP 交渉の折にも私自身、えー、世界各国の交渉に当たってまいりましたけれども中国がこれから入りたいアメリカが入りたいこうした戦闘に入ってきたのは我が国日本であるこうした本当に誇りを持って一つ一つ皆さんともに次の世代のためにも前を向いて実行に移してまいりたいと考えております今日は本当にこのような機会を与えていただいて誠にありがとうございましたはいありがとうございますそれでは、えー、最後に上野さんお願いいたします はい、改めまして私もこのような本日は機会をいただきましてありがとうございます。私自身、青年会議所の現役会員でありますので、非常にちょっと奇妙な感じでですね出席させていただいておりますが、各候補者の方とですねこうやって初めてお会いして、ですねお話しするという機会、ありませんでしたので、非常にあの貴重な体験となりました。ありがとうございました。それでは演説帳ということでありますので、少し私も演説帳でお訴えさせていただきたいと思います。 私、上野幹事は立憲民主党公認候補、野党第1党の候補として、緊張感ある議会制民主主義を目指します。今回の衆議院総選挙は、今までの自公政権による忖度政治を継続するのか、一強政治を打破し、汚れる与党にです、ね、お沖を添える選択をするのか、そういった忖度か選択かの選挙になると考えています。私、上野幹事は、復興庁での経験を生かし、危機管理を持ったコロナ対策と、 コロナからの復興を目指します。景気対策としては、消費税の減税と積極財政による次世代インフラへの投資を活性化して、日本の国際競争力を回復させます。そして、今回の選挙で問われる最大の争点が、ポストコロナにおける国の在り方、社会制度の仕組みです。このコロナでどんな人も一人では生きてはいけないということが分かりました。だからこそ私は、今までの勝ち組、 負け組と分担される社会から誰もが豊かになる支え合う社会を目指します本来国民生活を第一に考えるならば今回の選挙戦の前に第6波に備えた補正予算を組むべきでしたこれから寒くなります危機管理上ですね第6波必ず来ると想定して空振りでもいいから準備をする JC の事業も準備9割と言われてますよねまあそれと同じことだと思いますコロナも災害です 防災減災減と同じしっかり備えるこれに尽きますしかしながら、この国の今の危機管理、いかがでしょうか。コロナでこれだけ政府の対策一つ一つで、私たちの生活がガラリと変わってしまう、このご時世、本当に国民の声、国政、届いているでしょうか。届きましたでしょうか。近視眼的な、短期的な政治ばかり行われています。そうではなくて、えー、国家100年の刑と言われる長期的な視点に立って、そういった政治がなぜできないでしょうか。 今までの少子化対策、年金制度、今日も議論しました。抜本的な見直しがないままずるずるとここまで、なぜ来たのでしょうか。今のままではずっと今のままです。このままでいいのでしょうか。この100年に一度のパンデミックで変わらなくて、いつ変わるんでしょうか。私は今だと思います。私、上野幹事は最年少候補として、子育て世代、責任世代、そして青年経済人でもあります。この国の未来を担う世代です。えー、ぜひ、私も一緒に 日本を変えていきたいと思います今日はどうもご清聴ありがとうございました